どうもワイブス男です。はい、本日はですね、神奈川県の日吉に来ております。はい、久しぶりの日吉ですね。僕の動画ね、ずっと前からね見てる人は知ってると思うんだけど、基本ね、その僕の稼働場所がですね、武蔵小杉なんですよ。武蔵小杉とかその近くの、元住吉とか、まあこの辺の日吉とかもね、よく自転車で飛ばされてて、で結構ね、その日吉エリアって実はね、すごい坂道が多いんですよね。今ね、この駅前にいて、結構ね、マクドナルドもあったりとかするんだけど、この辺もね、もう坂道だったり、結構向こうの方も坂道が多いんですよ。そうでね、結構ね、坂道が多いんで、自転車でやると結構しんどくて、日吉エリアはね、割とね、自分の中で苦手なエリアだったんですけど、まあ、今回ね、ちょっとウォーカーをやったことないんでね、初めてね、日吉でウォーカーを稼働しようかなということで、久しぶりに、来ました。というわけで、回していきたいと思います。で時間が、まあ、11時8分なんで、まあ、ここから2時まで3時間ぐらいか。ちょっとね、3時間ぐらいウォーカーを回して稼働していきたいと思います。はい、オンラインにしました。1.6 倍ブーストはついてますね。まだシミとかはついてないっぽいですね。果たしてウォーカーなるのかというね、感じなんですけど、最近はね、結構いろんな場所で埼玉行ったりとか、まあ、遠征して大阪とか京都行ったりして、ウォーカーやってましたけど、まあ、久しぶりにこのホームのね、神奈川県というか、武蔵小杉周辺でね、稼働するのがそう久しぶりすぎてちょっと楽しみなんですけど。はい。では今ね、この、普通通り。まあ、またちょっと微妙にここもね、坂道なんです。本当にね、日吉はね、すごい坂が多いんですよ。吉野家さんがあったりとかね。まあ、マクドナルドもさっきあったし、日高屋あったりとか、結構ね、いろんなお店あるんで、多分注文さえ入ればなると思うんですよ。まあ、自転車だとね、本当にね、坂道入ったらもう、本当に僕の場合、ユニベロなんで、坂道入るともう歩いて押すしかないんで、そうなるとだったら逆に自転車持たないことウォーカーの方が多分正直日吉は楽なんじゃないかなっていうのもあって、今回ウォーカーをね検証したいと思います。しかし今日天気良くてめちゃくちゃ暑いですね。はい、なんかいろいろ本当飲食店多いですね。まだ普通で通りです。ラーメン屋さんあったりとかね。ちょっとね、駅から離れちゃうとあれなんで、また駅の方に戻ります。また日吉駅です。あそこのね、真ん中の球体はね、一体何なのかなってもうずっと昔から思ってます。天気いいですね。日吉のね、この道すごいいいよね。入ったことないけど大学か。はい、11時25分、相変わらずね、今駅前で待ってます。はい、あそこにマクドナルドがありますね。さっき通った普通部通り、まあ、この辺でちょっとね自動しようかなと思ってて、あとはね、こっちにもね、通りがあって、あとこっちにも通りがあるね。結構いろんな場所に飲食店につながる場所あるね。ほんとね、駅前のこの辺で待ってると、本当に入るんじゃないかな。むしろここじゃなくて入んないんじゃないかなって感じです。もうちょっと待ちたいと思います。皆さん、やりました。マクドナルド、なりました。時間が11時33分、ついに。ただね、これ 0.7 キロで3コインですね。300円です。まあ、最近話題になっている3コインですが、まあ、ちょっとしょうがない。はい、とりあえず。入っただけでありがたいということで行ってきます。はい、もう近すぎましたね、マック着きました。はい、というわけでマクドナルドでピックアップしてきました。こちらがね、650メートルです。で、先ほどの普通部通りを、歩いていきたいと思います。間違えた、普通部通りじゃない、その隣だった。はい、こっちから場所修正します。こっちの通りでしたね。もう紛らわしいね。はい、さっきのね、日吉中央通りから来る感じですね。こっちも店屋があったりとかね、ミスドとか横浜家系ラーメンとか、あっちにはね、スターバックスあったり、結構いろいろお店多いみたいですね。あ、唐山さんもあっちにありますね。なんか、ちっちゃい公園があって、のほほんとしたね、ここに来ました。日吉はね、都会の部分もあるんだよね。駅前とか、あとお店が多くて。ただね、ちょっと入ると山奥みたいな、本当にね、山があったりね、自然もあるからね、すごくね、なんだろう。まあ、住みにくいといえば住みにくいけど、住みやすいといえば住みやすいし、都会と、田舎どっちもね、好きな人は多分おすすめ。で僕とかね、埼玉生まれなんで、やっぱ近いところがあるんですよね。埼玉もね、栄えてるとこと、田舎の部分が本当に同じ場所にあって、ちょっと入ると田んぼだったり、なんか本当に空き地みたいなとこあるんだけど、ちゃんと生活には困らないみたいなね。そういうなんか両方行けるとこってすごいいいんじゃないかなって最近思いますね。この辺もすごい坂道なんですよ。微妙にね。はい、無事一件配達完了しました。というわけでまたね、駅の方に戻りたいと思います。はい、また駅前に戻ってきました。皆さん2件目ゲットしました。12時16分、ホワホワさんという場所から
1件入りましたので行ってきます。こちら 0.4 キロで400円案件です。さっきより近いくて高いからいい感じです。多分シミがついてるのかな。行きたいと思います。よし、中央通りからまた行くみたいですね。はい、着きました。ホワホワさんです。はい、2階ですね。めっちゃ階段急ですね。はい、2軒目ホワホワさん扱ってきました。250m ですね。めちゃくちゃ近いです。行ってきたいと思います。はい、では2軒目配達完了しました。というわけでまた駅に戻ります。はい、じゃあまたまた駅前に来ました。時間今12時33分です。さあ、マックは鳴るのか。はい、皆さん、時間がですね、今1時半になりましたね。あれから1時間全く鳴らずという感じで、まあね、ちょっとあと30分ぐらいなんですけど、まあ、ただね、立ててもね、あれなんでね、散歩しようかなと思います。さっきあっちの普通部通りと、あとこの日吉中央通り通ったんで、まだ通ってない道を行きたいと思います。はい、浜銀通りとサンロードがあるんで、ちょっと浜銀通りから行きます。こっちはスターバックスがありますね。結構やっぱお店ウルバイツ入るとこあるんじゃないかな。はい、ファーストキッチンさんもありました。なんか家系ラーメンがあったり、なんかワイルドステーキとかね。あ、ケバブ屋さんもあります。豚骨系ラーメンか。今日やってないけどタピオカ専門店があったりします。このまま行ってもね、ちょっとあれなんでね、こっちで、切り替えてサンロードの方から帰っていこうかと思います。マジで駅前ずっと張り付いてたんだけどね、1時間全く入んなかったっすね。まあでもその1時間ね、そのラジオ聞いたりとか動画編集したりとかね、まあいろいろ音楽聞いたりしてたんで、まあ全然無駄にはなってないんですけど、まあ見事にね、入んなかったって感じですね。カラオケもこもこありますね。これ前自由が丘にあったソフトクリーム食べ放題のカラオケ屋さんですね。はい、今こっちから来まして、あっちこのこの道がサンロードですね。とにかくまた駅の方に戻ります。東急とかってめっちゃでかい松本清。結構でかいっすね。なんか神田カレーっていうのがグランプリ優勝店って書いてある。すごい。はい、サンロード終わっちゃいますね。また駅前に戻ってきました。あまり時間は潰せずという感じです。はい、せっかくなんでね、駅の向こう側も見てみようかと思います。はい、駅を通過してきまして、こっち側来たんですけどね、行く場所がないんだよな。はい、とりあえずあっち行ってみます。はい、天気いいしね、ちょっとこの辺の道歩いてみますか。いやー、いいねこの辺。いやー、自然の中歩くっていいよね。もうね、完全に Vlog 化してますね。はい、まあ、注文が入らないとね、どうしてもこうなりますね。じゃあね、関係者以外立ち入り禁止って書いてあるのも完全大学の方ですね。こっち渡ってみますか。なんかめちゃくちゃ良さげな場所に来た。なんだここ。いやー、いいね。なんかめっちゃ、ここはなるほどね、ここ慶応大学の日吉キャンパスか。前にウーバーイーツでね、来たことあるね。帰ります。天気めっちゃいいっす。はい、またこの道です。天気良すぎてね、なんか日差しがきついんで、微妙なね、日陰と日差しの合間みたいな場所がすごく気持ちいいですね。はい、また駅前に戻ってきました。はい、お疲れ様でした。というわけでね、2時過ぎましたので、今回オフラインにしました。というわけで今日の報告を、今日はね、2時間52分、まあ、約3時間ですよ。朝11時から午後2時まで3時間の2乗車757円でした。まあね、ピーク帯に入ったのが2軒目かな。それのおかげでプロモーション159円ついてたんで757円ということで、はい、まあそんな感じで日吉、まあ入んないことはないけど、そんなにお店多い割にはそんなたくさん入るって感じでもないですね。まあまたちょっと後日ね、夜稼働もねして、ちょっといろいろ検証していきたいと思います。なのでまたね、こういった感じでいろんな場所行って旅しながら動画撮りたいと思いますので、はい、というわけでね、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。とりあえずね、お腹空いたんでご飯でも食べて帰ります。インドカレー。